皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売上を上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、チームビルディングとチームワークの違いは決定的な違いを生み出すという話ですね。前回はですね、経営者経営幹部の方にチームビルディングとチームワークの違いということについてお話をしました。人材力というものを重視するかしないかということで、チームビルディングは人材力、人の力を重視しますけれども、チームワークの場合はそうじゃないですよというお話をさせていただきました。でこれはですね、チームビルディングとチームワークの違いって、何に決定的な違いが生み出されるかというと、実はですね、モチベーションの違いということですね。人のね、モチベーションが低い高いという言い方をするんですけれども、このモチベーションの違いっていうのが圧倒的な違いになります。チームビルディングの方はモチベーションが高くなります。でチームワークの場合は、決して低いというふうには言わないけれども、こう低くなりがちっていうことですね。はい、という感じになります。でこれがなんでそういうふうになるかというと、こう人材力、人の力ということを生かすっていうチームビルディングの場合はですね、あなただからやってほしいとかですね、あなたのスキルや力があるからこの仕事を任せたいということになっていくんですよね。そうすると、任せられた方とか、自分が任せられた方はですね、自分が認められたと感じていたりとかですね、力を発揮できる場所だなというふうに思ったりとかっていうことになるということですね。はい、それがポイントになるかなというふうに思っています。で、ですので、モチベーションを上げた組織づくりをやりたいというふうにおっしゃる方はですね、ぜひですね、このチームビルディングということを意識していただいて、チーム作り、組織作りをやっていただいたらどうかなというふうに思っています。チームワークがね、悪いわけではないですので、モチベーションを高く持って仕事をやってもらいたいと思っていらっしゃる経営者、経営幹部の方はですね、この人の力を生かしてですね、目的や目標を達成するということをですね、人材力、組織力、関係力のこのループをね、意識して組織づくりをやっていただけたらなというふうに思っています。いかがだったですか？チームビルディングについてね、詳しく知りたい、もっと知りたいという方はですね、ブログのリンク等の情報をね、チャンネル説明欄に載せていますので、そちらをチェックしていただければなというふうに思っています。あとですね、定期的に動画アップしていますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。